はいどうもマノチです。よろしくお願いします。中村のりひろ物語やっていきましょう。難易度はこんな感じ、62。頑張るぞ。今回は中日戦、3連戦取りたいと思います。 DH で出ます。やっていきましょう。あ、今の個人成績、個人記録がこんな感じです。はい、ホームランがねちょっと止まってはいるんですけど、はい、打っていきたいと思います。よし頑張りましょう。おしゃ。いや、 やっぱりね、なんだろう、こう動画撮ってない時になかなかホームランが出ないんだよね。まあその本番に強いんだろうね、マノッチマノッチ本番に強いんだろうね。だからおそらく今日の動画のタイトル、まあ、サブタイトル的なところには本番に強い男と書かれているんじゃないかなと思います。はい、言ってしまったからにはね、なんとかホームランを打たなければね。まあホームランが全てってわけじゃないけど、やっぱホームランを目指す企画ですからね。目指しましょう、打ちましょう。よっしゃ、ナイスボール、うん、頑張れ。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。集中。打ちました。よっしゃ、ナイバッチ。まずはヒット、うん、大丈夫、調子はいいよ。日ハムいいね、強いね。打ちましょう。よし、よく見た。中盤以降の試合展開、非常に楽しみですよね。本当に楽しみですよね。いい、今のはね、見て正解だ。打ちました。ナイバッチ。調子いいな、調子はいいんだよな、ヒットは出るんだよな。ただね、あんまりヒット打ちすぎると難易度が上がっちゃってホームランから遠のくんだよね。さあ、そしてバッターボックスには中村入ります。お、浅尾だ。追加点のチャンスです。まあこの辺りで中押しできるとよりストレートに張りましょうか。なるほど、そうですね、きっちりと見極めました。ストレートに張りましょう。バッターの中村、今シーズンの得点圏打率は2割8分、ナピッチとなっています。よし、釣り球でしたね。分かってる、今のフォークってのは分かってた。ツーボールツーストライクです。打ちました。調子いいな、猛打賞ですよ。うわー、これでワンアウト。まあしゃあないな、妖大感でダメだったんだったらもうダメでしょう。よし、打ちましょう。バッターは5番、中村。まあ本番に強いってところは見せれてるんじゃないかな。ホームラン打てないけど。さて今日のドラゴンズの先発は打ち込まれて交代した大野。今日はあー、もったいないな、今のは。インコースボール。次が4球目。よしよしよし。動きません。よく見ています。ここもナイスか。ああ。ワンアウトです。もう今はね、結構自信たっぷりに見送ったよ、俺は。よし、打ちましょう。打席には5番バッター。ピッチャー変わってくんねえかな。苦手だな。甘い球、これ甘い球、これやっちゃった。一塁送球、惜しい。アウト、スリーアウトチェンジです。いやいやいや、まあまあまあ、猛打賞ですよ。とりあえずね、ヒットを打つっていうところは見せれたんじゃないかなと。まあ猛打賞してれば文句もないでしょうと。あとはホームランですよ。あと2試合取るから、その中で俺はホームラン打ちます。はい、そういえばね、動画撮ってない時にそこそこその能力アップってのしてってるんで、ちょっとねお見せしておこうかなと。今こんな感じの能力です。はい、こんな感じです。
難易度上がったかな。うわ強いなっちゃった、強いなっちゃったな強いなっちゃったな。試合に集中、よし打ちましょう。難易度強いか、強いはダメだなやけどね、その 理想としては強い程度じゃ物足りねえよぐらいには成長したいよね。この企画を通しては無理かな。ホームラン打つってことだけに限定して今やってるから難しいかな、まあ、それでも強いじゃ物足りないぐらい、強いだったらバチバチホームラン打ちますよぐらいには成長したい。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。ナバッチ、あ、キャッチャー谷繁になってたね。さっきまでね、イオリ君だったけど。よし、高めに甘い球来た時バチコンって振ればホームランになる。盗塁仕方ない、振ってやろう。はい、まあ振りもしない、援護もしなかったですよね。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。すげえスライダーがちらつく俺の中で。よっしゃー、おら本番に強い男やりました。じゃあ今回も例の掛け声いきますか。やりました、言ってたもんね、高めに甘い球来た時にバチって振るっていうのは。やりましたよ、完璧に取れました、見事なホームランです。そうですね、チンポコどっこいしょ、よし、いいね、いやーよかった、ホームラン打てた。やっぱ本番に強いんだね。6回の裏ファイターズの攻撃、打順は5番中村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。今ね、今ごめん、今ね、今本当に調子に乗った、今の本当に調子に乗って振った。普段の俺なら振らないもん、あそこ。この点差ではまだまだ安全圏、やべえずり、スライダーばっか放ってくる俺の弱点の。よし、よく見た、やべえ本当にスライダーばっか放ってくる、スライダーに張っちゃう、いややめよう。ナイスか、スライダーに張ろうか、ストレートはカットできんじゃないかな。ストレートだった、やべ猛打賞ですよ、しかもツーベースいけるべ、よいしょ、これね下手すりゃね難易度強いプラスいっちゃうと思うよ。ここでヒット打てれば確実にいくでしょう。強いプラスいった方が多分ひどいと思うよ、全く打てないと思う。いやなんかどうしても外角見送っちゃうんだよな、なんかすごい遠く感じるんだよね。あ、落ちないな、これは落ちないな、うまい。あ、俺も3本打ってるっけ、3本打ったよね、猛打賞だよね猛打賞だよね、もう2試合連続の猛打賞ですよ。調子いい、この勢いでいきたいですね。ちょっと難易度さ強いプラスにしてみる、まあこの2試合成績は残せてるし、ちょっと強いプラスにしてみようか。なってれば問題ないんですけど、もしなってなければちょっと意図的に強いプラスに変更してみたいなと思います。
今の自分が強いプラスどこまでのもんなのか、どこまで通用するのか、強いのままですね。え、75まで上げなきゃいけないんだ、相当だね。今なんぼ68、遠いね。ちょっと強いプラスにしてみます。すげえな、もうちょっとでパーフェクトだぜ、強いプラスまでいったら。じゃあちょっと強いプラスに挑戦。ミート打ちだったらそこそこできると思うんだよね。実際に2014の企画の時は強いプラスになったりもしたし、まあその時はミート打ちでね、なんとかこなしてはいたんで、ミート打ちだと打てることはまあ分かってはいるんですけど、強振でね、どこまでできるか。予想は多分3打席だな。3打席中何本打てるか。俺ね、それでも1本は打つと思うよ、ヒット。札幌ドームからお伝えしてまいりました。だと本番に強い男だから。よし、ドキドキしますね。2回の裏になります。ファイターズの攻撃、さあ来い。バッターボックスには指名打者山井か。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。 OK、 低めの変化球は決まりません。集中振っちゃいけないよ、ボール球だよ多分今のは。あっ、変化球空振り、ワンアウトです。山井さすがだわ、スラーブ来たわ、俺の苦手なスライダー系。西さん、この辺りでそろそろ、けどね、いけなくはなさそうだよね。何の根拠もないけど。これからですよ。ベンチの動きにも注目です。改めてお聞きします。打つぞ。中村、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね。状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いですね。頑張れ。頑張れ俺。なるほど。落ちて。この打球は落ちるか。よっしゃ。どうよ。打ってやったぜ。いや、ただまあホームランは難しいな。うわ、ものにしたいな。ランナー返せば同点だもんね。すげえ大事な場面じゃん。さあファイターズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ってこともあり得るんじゃないですかね。ごめんなさい、ごめんなさい。進塁だ、進塁だ。うん、しかし OK だ。これは進塁打になりました。もう一打席回ってくるかな多分。よし、打ちましょう。バッターボックスには5番、まあ、3打席中1安打。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。またよしか。デッドボールのランナーが出ています。まずはインコース。うーん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙って。スライダーやめてくれ、本当に打てないんだ俺。併殺を狙ってると思いますから。スライダーだろ、よっしゃ。気をつけたいですね。もうスライダーにしか反応がないな。何今の、全然曲がってこなかった。カットか。さあ5球目は何か。もちろん2種類スライダー持ってるの。逃げるようなボールでした。本当にそれしかないとこなかったね。セカンドフォースアウト。絶対俺がスライダー苦手っていう情報知ってるわ。やっぱ難しかったね、強いプラスね。なんか俺のヒットもすげえ偶然臭かったし。いやー難しかったね。まあ強い、強いか強いマイナスぐらいか、今の自分のレベルは。はい、ということで、今回はここら辺でね、終わろうかなと思います。と、次はどこだろうな。お、これ、あるよ、下手すれノリ。やりました。
月間の成績を見せてほしいよね。あ、あれか、公式記録で見れんじゃない？な、何？ファンからお手紙。46通、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。公式記録、タイトル、表彰か。あ、ノリ。え、ホームラン9本。素晴らしい。打率3割7分6厘。打点24。いいですね。素晴らしいです。あ、あとね、オールスターのね、ファン投票 DH 部門で、1位です。今のところ。はい。お次は、広島戦ですね。マツダスタジアムということで DH なしなんで、守備ありの1試合を取ろうかなと思います。まあちょっとね、今本音を言うと DH ありの試合だけを取っていきたい、ずっと、うん、ずっと取っていきたい。そっちの方がね、なんかこう楽しい。 この企画に関してはね、俺は守備は好きなんだけど、攻撃オンリーの方が楽しいは楽しいんだよね。まあ、ただ、まあ、守備もやっていきましょう。ね。はい。ということで、次は広島戦、頑張りたいと思います。そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。